さあ、こちら。ホンダ、下請けいじめの実態。部品メーカーに、リベート要求。はっははは。単、納期の、無事事も、自動車サプライヤー、幹部250人調査。やってんなあ、ダイヤモンド。な。見んでもわかんねいこれ。こんなことやってる会社。 なあ、部品メーカーにディベートやで、取引したってんねんから、何ぼか出せよって、恐喝やんけって。これな、ある種の恐喝やって言ってもいいと思うわ。そうやん。逃げられへん、な、逃げられへん下請けに、恐喝やんか。金くれ言ってんのは。違うそゃこんなことばっかりやってたらな、あの、正直やけど、 えー、日本の自動車メーカーで、日本の自動車メーカーで、リコール率の高い会社、リコールやな。リコール率は高い会社って言うたら、ホンダって多分ね、一人を争うぐらいリコールが多いはずだね。だからこんなことしてるからやろ。もう、これ以上言うのめんどくさいから言えへんけどやで。触れへんわけにいけへんから言うといたらけど、 ダイハツ以下やんけってな。ダイハツも隠してたけどやで。トヨタも隠してたやん。で、ホンダは、何やっとんねんって。これね、グラフが出てんねん。よかったら、週刊ダイヤモンド買ってみ。えぐいで、これは、ひどい。